皆さんこんにちはネットベースアナリスト横田修林です今日も人工知能 AI について3分で考えていきたいと思います以前にも何度か紹介したことがあるかもしれませんが、まあ、非常にですね人工知能の研究をしていく上でまああの欠かせない人にですね AI 教科書が読めない子どもたちっていう本を書いた 荒井典子さんという方がいるんですけど、まあ、僕もねこの本を読んで衝撃を受けたのはその AI について考える前にそもそも論としてその今の日本人のですね読解力がめちゃくちゃ落ちてるっていう話でした。でその実実際際の例を挙げてです、ねまあ、実際にこう AI は この読解力があるから、この問題が解けるのに人間が解けないってのはどういうことなんだとつまり、すでに現時点でそのまあ計算なんかも完全に負けたわけですけど、まあその国語の部分の読解に関してもですね。ai の方が賢くなっていっていることが問題だよ。ってことについて、まあこの本の中ではいろいろ書かれています。ま色々ね。あの突っ込まれていることもたくさんある方なんですけど、まあ僕がね。あの最近ちょっと思っていることは、この読解力が何で必要なのかって話。 なんですよね、つまりその AI っていうものは、まあ、実際人間の代わりになっていろんなことを考えたりいろんな文章を打ったりメッセージを送ったり音声を送ったり会話したりっていうのができるようになるわけなんだけどじゃあその AI は何のためにそんなことをやってるかっていったら人間のためなんですよね。 人間がより豊かな生活をするため自分の嫌なことを何かやってもらうために AI っていうものを開発しているわけでわざわざ自分たちを苦しめるために嫌な思いをするために AI を作ってるわけじゃないわけですよ。じゃあ実際にそれで AI を作ったことによってその人間は豊かになるのかっていうときに、まあ、実際にこうコミュニケーションを取らなきゃいけないわけですがその AI が言ってることが理解できなくなる。 とということなんですよねつまり AI は読解力が人間より上回っている、日本人より上回っている状態になっているのに、人間が上回ってない場合どうなるかっていうと、結局人間側が、まあ自分たちが地球の中心にいるというふうに捉えているんあれば、そうすると AI はなんかトンチンカのことばっかり言ってる、バカなことばっかり言ってると、俺の言ってることを理解できないと言って、文句を言うわけですよね。でも実は AI の方がよくわかってるのに、人間の方がそれが、 わからないと言ってたんでは結局ねわからないっていうことの方が正義というか正解になっちゃうんですよねなぜかというと人間がプログラム組んでるからだからそのようなことっていうのが今後も行われていきそうな気がするのでまあ、AI が賢くなればなるほどまあ、人間もね日本人も賢くならないと完全についていけないっていうかそもそもや何のための AI かっていうことがわからなくなるよっていう風にね最近よく思いますネットビジネスアナリスト横田修林でしたありがとうございました ではまた明日。